はい、グラクロやっていきますということで、ちょっともう最近グラクロモチベーション上がんなくてさ、やばいっすね。昨日までのイベント、マジでやってないっすね。そもそもプリンプ、人来なくてさ、人が来ないから、まあ、でも別にあれ、前回別に、イベントアイテムは全部取り切ってるから別にいいんすけど、まあ人来ないからね、やる気起きなくて。で、今回さ、この、ストレンジャーシングス。全く知らないですね。何この微妙なコラボ。一切そそられない。キングオブファイターズといいさ。そそられないでしょ、これ。さすがにそそられないわ。毎回言ってるけど、自分一応、コラボ系は一応さ、取りに行かざるを得ないので、取りには行きますけどね。ただ、心の底からいらねえ。どうしよう。これはいらないかな。どうしよう。すごい迷うわ。一応ですね、一応自分は闇鍋ガチャ来るまでは一応キャラコンプしてるんですけど、別にこの4人いなくても別にそこまでコンプには、キャラの所持数にはそこまで影響しないんで、逆に1体も引かなくていいかな。いや、引くのやめようとも思ったんですけど、でもよくよく考えると配布で、このジムホッパーっていうおっさんがもらえちゃうんで、どうせならさ、1体も引かないっていう感じの方が A 型の自分にはいいんですよね。A 型の自分にとっては、このコラボキャラクター一体も持ってないという感じであれば逆にいいんですけど、逆にジムホッパーだけ手に入っちゃうんだとすると、A 型気質的に逆にバランス悪くなっちゃうんで、引かざるを得ないよね。ふざけんなよな。全然欲しくないけど、とりあえず引きますか。ジムホッパーが配布らしいんで、まあ、ジムホッパー以外が出ればいいっすけどね。だせめて配布の、抱き合わせのキャラクターはもうちょっとまともなキャラにしてほしかったっすね。さすがにちょっと、抱き合わせキャラがゴミすぎて、きついっすね。せっかくダイヤ貯めてるのに、こんな魅力のないコラボで、石使いたくないな。で、自分あれなんですよ、なんか気づいたらなんかダイヤめっちゃもらえてて、あれ何だったんですかね。ダイヤ300個もらえたじゃないですか。あれ何だったんだろうと思ってフリーズした。さあ、フリーズしたんで戻ってきました。最近サブのスマホの重さが異常だな。まだ容量的にはまだたくさんあるんですけどね、さすがにいろんなゲーム積み込んでるんで、そのせいですかね。さあ、あんまりこんな興味のないガチャで、石消費したくないんで。前回ダイヤ300個もらえたの何だったんですかね。頼むぜ。せめて100年以内に終わらしたい。本当に微塵も欲しいと思えないんで。しかし今日は暑いっすね。なんか冷房つけたくなっちゃう。お、さすがにこれは SS 出たね。何出るかな、まあ、とりあえずおっさん以外。さあ、お願いします。マジまさかの、コラボキャラですらない。いや、逆にこのパターンだったら自分ね、ジムホッパーっていうやつも配布でくれない方が良かったっすね。そしたら逆に自分ガチャ引かなかったっすね。下手にジムホッパーだけもらっちゃうと、引かなきゃいかなくなっちゃうんでね。いやー、石貯蓄したかったんですけどね。困ったもんだぜ。頼む、エスカノール来て。さすがに来たかな。うわ、負けた。負けたらない。いや、こんなクソガチャにダイヤ使いたくないんで、マジで勘弁して。うん、これも出たね。これ SS 出た。木の枝ですけど、SS 出ましたね。一体。いや、せめてコラボキャラ何かは欲しいな。いや、でもあれだよね。要は直近でなんか何があったかわかんないけど、300石、なんか不具合で多分もらえたんでしょ。それを多分回収しに来るっぽいんで、結構ガチャ絞ってると思うんだよね。だいたいこの手のゲームはなんか不具合で石を配布しても、その次のガチャって結構渋いじゃないですか。結局裏で確率操作して、石を回収しに来て、結局チャラっていうね、そういうことをやってると思ってるんで。自分普通に、どのゲームも、日本のゲームは特に、もう絶対に不正してると思ってるんで、ガチャはね。絶対に不正してる。よし、SS 確定。エスカノールは来てくんなかったっすけど、さすがに2体引きくらいしてんじゃないかな。フルカウンター。頼む、2体来い。あ、1体。いまだ新キャラなし。いやー、ちょっと今回のキャラはさすがに本当に魅力感じないですね。キングオブファイターズの全部持ってますけど、使ったことないですからね。今日だけはなんか使ったかな、一回。イベント攻略するときに。さあ、誰だマジいまだ。70連していまだ新キャラなし。スキップ。いや、これやばいな。先ほど言いましたけど、だから、石を回収しに来てると思うんで、結構ガチャ今回ね、絞ってると思いますね。何度も言うけど、ジムホッパー配布ない方が良かったな。逆に引かないっていう選択を取りたかったっすね。本来であれば。これはさすがに新キャラ来たかな。グラクロさんのガチャの演出2段階スキップにしてほしいんだよね。スキップをしちゃうと最後までいっちゃうからさ。さあ、お願いします。お、マジで。うわぁ、昇格してたけど、エリザベス。やばいね。うわぁ、すごい。100連やって、新キャラ1体もなし。おや、スキップしていこう。これは地獄を味わえそうなんで、スキップしていきます。お、SS 確定。もう確定以外はスキップしていきましょう。いや、もしかしたら史上最、今までグラクロやってきて、今までで一番欲しくないですね。キングオブファイターズも欲しくなかったっすけど、あれをはるかに超えるくらい欲しくないんで、でも、もしかしたらこのままだと、今までのガチャ史上一番苦戦することになるかもしれない。今までの一番欲しくないキャラなのに、今までのガチャ史上一番苦戦する結果になるな。このままの勢いだと。笑えないわ。天井は確定でしょ。やばいな、天井までに、何かしら引けてないと、何を選択していいか分かんなくなっちゃうよね。やべえ。マーリンだって。いや悪いけど、抱き合わせキャラで必殺技レベルマックスになってないやつはいないです。いやちょっとまずいことになってきたな。この段階でも、もうそろそろ天井なんですけど、未だ新キャラゼロです。これ多分新キャラ出ましたね。出てない。SSR すら出てないわ。いや、天井して一応コンプリートは一応考えてたんですけど、このままだと、で天井しても1体しか選べないって感じになっちゃうんで、いやもういっそ引退しようかな。今グラブル引退しようかなとちょっと思ってるくらいモチベーション下がってるんで。あ、新キャラ出た。一応なんかビルが出ましたね。グラブルちょっとマジでね、ほんと引退しようかなってちょっと頭によぎるくらい、モチベーション下がってるんで。モチベーションというか、ちょっとね、グラクロまで手が届かないっていうのが一番大きいかな。グラクロまでね、ちょっと手が届かないんですよね。特にグラクロってさ、時間かかるじゃないですか。めちゃくちゃ時間かかるんで、それも相まって、ちょっと時間のかかるオートでなかなかあんまりできないゲームは、あんまり自分ね、そこまでできないですよね。例えば、幻影戦争とかさ、ニーヤリンカーネーションとかオート周回あるから、なんていうの、そこまで携帯触ってなくても大丈夫なんですけど、グラクロはそういうわけにはいかないんで、それが結構ね、モチベーション下がってる原因の一個っすね。やべえな。天井になっちゃった。あ、うわぁ。SS 確定だったけど、エリザベス。これって今決めなきゃいけないのかな。今決めなきゃいけないんだ。困ったね。最後、もう一回取りに行くことになるんですけど、そこで何が弾けるかっていうとこになってくるんですけど、自分このメンバーでやっぱ一番欲しいのは、さすがにやっぱり主人公であろう11。で、他の3人は本当に欲しくない。だから、あえてここのマイレージ報酬はこいつにします。でこれで、あと、今回の4人の中で唯一欲しくもないけど、誰が一番マシかって言ったら、この主人公であろう11っていう人なんで、この11を取りに行くためには、さらにガチャしなきゃいけなくなっちゃったんで、配布で、このジムホッパーもらえるんで、あとはそのログインボーナスでチケットもらえるんで、そのチケットもらったら、再度ね、ガチャしていこうかなと思います。いやー、11、1点狙いになっちゃったな。ちょっと厳しいね。うん、そうだね。このログインボーナスで、5日間で10枚も10連分もらえるんで、まあ、とりあえず5日間だけ待って、ちょっと、その10枚のチケット使って、10連して、そこで11引ければいいですけどね。うん。もし引けなかったら、ちょっと本当はダイヤ貯蓄していくつもりだったんですけど、うん、次のフェスでさ、900個ダイヤあったんで、次のフェスでさ、天井できる分くらいまであったんで、次のフェスキャラの時にさ、その900使おうかなと思ってたくらいだったんですけどね。うん、まさかこんな欲しくもないキャラクターで、天井を超えた、うん、初めてだね。コラボ系で、ここまで苦戦したのは初めてです。うん。初ですね。いつもだいたいなんだかんだで天井で、未所持キャラクター取れば、コンプリートできたんですけど、天井しても、キャラ揃わなかったのはちょっとコラボ系で初めてですね。本当に困りました。うん。そんな感じで、ちょっと11ね、1点狙いね、していこうかなと思います。どうもありがとうございました。